この土地は初めてだった。小さな宿場町を抱えている漁港、ここにも小さいながら一家を構えている侠客がいた。役人の目が届かないのか、前よりに賭場を開いている。ついつい秋太郎はわらじを脱ぎ、賭場ではなんと月についていた。調子に乗って3日4日と居座っている。今日が5日目となった。明日には旅立つつもりで、今夜の賭場を切り上げるつもりだ。賭場の会長まではまだ時がある。ふらりと浜辺と出て、松の木の根っこに腰を落とし、遠く水平線へと沈んでいく夕日を眺めていた。すると一人の男がそばへとやってきて腰を落とす。なんと三味線を抱えていた。よくよく見ると同じ旅ガラスの、それも一家にわらじを脱いでいる男であった。木曽の御嶽山はなんじゃらほい、夏でも寒いよいよいよい、あよいよいよいのよいよいよい。いいようなもんだね、三味線抱えての旅とは。まあこっちが本業でございしてね、切った張ったはからっきしダメな方なんで。あまあこれで夜には宿場を回って稼がせてもらってやす。木曽の生まれなのかい？歌がそう言ってるような感じがしたぜ。そりゃありがてえ。木曽のいかだ乗りのご難坊に生まれて、家じゃ厄介者扱いだったガキでござんした。さあ今夜ももう一踏ん張りして稼がせてもらいやす。秋太郎は懐から巾着を取り出し、小銭をつかんでその男につかませた。お、いけねえいけねえ、商売のつもりで歌ったわけじゃねえんだ。いいからよ、取っといてくんな。仕事始めの景気づけだと思ってよ。無理やり秋太郎は小銭を男のたもとにねじ込み、すくっと立ち上がり、俺もよ、毎晩月について賭場では負け知らずなんだ。二人でこの職場で稼がせてもらおうぜ。秋太郎たちがわらじを脱いだ一家はまだ駆け出して親分子分合わせて5人の一家だった。素人に毛が生えたような賭場を開いているものの、漁師たちの客を集めての賭場、結構繁盛しているようだ。秋太郎は今夜で5度目の顔出し、月についてて5両もの金を手にしていた。
ちらはその親分の部屋。どうだ寺瀬は上がってるかい。親分、それが、とてもとても落ち着かねえ。3日後の港祭りの準備には少なくとも10両は必要ですぜ。今のところ3両ほどです。え、話にならねえな。今年に組を立ち上げて初めての祭り仕切りで男をあげようってのに、それじゃあ見越しも出せねえじゃねえか。一体どうしたもんだい。親分、こうなったら恥も外部もねえ。今わらじを脱いでる旅人に借りたらどうです。借りる？奴ら多少は持ってるのかい。ちらっと見ましたが、部屋に落ち着いた時に二人とも重そうな胴巻きを一番に大切そうに隠してやしたで、二人合わせても50両はくだらねえと見やしたが、あ、それに一人は賭場で5両も買ってやす。そうか、よし、貸せと言ったってすんなり貸すようなやつらじゃねえ。わらじ戦をやって旅立たせろ。そしてあの地獄峠で待ち伏せして奪ってしまうんだ。山賊の真似をするんですかい。組を抱えて初めての男を売る時なんだ。死の子のと言ってられるかい。いいか、送り出した後皆で山道を抜けて早回りして待ち伏せして奴らの有り金を奪ってしまおう。いいか、他の者に強く伝えておけ。次の朝、まだ日の昇る前の暗いうちに秋太郎はわらじを履いた。気づけば三味線ガラスは旅立っていた。秋太郎は神器を返しわらじ線を受け取り西へと足を向けた。その時の子分の表情、動きがぎこちない、嫌な予感を感じながらの旅立ちである。一時も過ぎた頃に日が顔を出し、辺りはようやく朝を迎えたようだ。東海道へ出るには二つの大きな山脈を越えねばならない。その登り口は戦国時代に大きな合戦があり、今では地獄峠と呼ばれていた。その裾野は荒れ放題の雑木林である。その先に数人の人の争う気配がした。なんとあの三味線弾きの旅ガラスとそれを取り巻く5人の男たち、よくよく見るとさっきまでいた港の一家の5人ではないか。その親分が秋太郎を見て、ああ待ってたぜ、実は話がある。お二人さん、無理な願いを聞いてもらえて。実は一家を立ち上げて初めての男を売る港祭り、それがどうも金繰りが回らねえ。悪いがお二人さんの持ち金を貸してもらえて。と言ったところですんなりと差し出すわけでもねえだろうから、強引だが切り倒してでも持ち金は受け取るつもりだ。ヤクザの顔かみどころか風下にも並べられねえ。悪たは思ってたが、やはりそうきたかい。
こっちとら三徳太地ってところで歯向かうぜ。三味線の人早く逃げなせ。あとはあっしが食い止めてみせやす。修羅場と化した地獄峠の麓の雑木林、五人の男は刀を抜いた。しかしみんな慣れてないのだろう。ブルブルッと震えている。リンゴの秋太郎さん、三味線弾きだからってやわに見ちゃいけねえ。こっちと虎だって一匹ガラスだが当世の道を渡ってるもんだよ。こんな脅しにいちいち震えてたんじゃカラスの長々か。手出しは無用、俺に任せてくんな。三味線ガラスは肩から吊るしてる三味線を大事そうに外し、そばの切り株に立てかけた。そしてすらりと腰の長ドスを抜く。秋太郎は腕組みをして男たちの囲みから離れた。と、どうしたことだろう。三味線ガラスを囲んでる五人の男たちはドスを向けてるもののブルブルと震えてるではないか。俺は人を斬る時もこの木曽節を歌いながらやるのさ。淡小な中のりさん、合わせやりたやん。三味線ガラスはやにわに切り込んでいったと、いやあ悲鳴を上げて親分というのが走り去った。もちろん四人の子分たちも恐れおののいて悲鳴を上げて逃げ出したのである。三味線の人なかなかやるじゃねえの。面白くドンパチを見せてもらえるかと思や、やつら蜘蛛の子を散らすように逃げていったぜ。ああ、興ざめしたぜ。三味線ガラスは大きく息を吸い、ゆっくりと吐いた。ドスを鞘に収め、置いてた三味線を肩にかける。やつら度胸のねえはったりの脅しと見たのさ。だからこっちも歌うがごとくの大芝居をやってみただけでね。歌も喧嘩も粋なもんだね。三味線ガラスと秋太郎は何事もなかったように肩を並べて雑木林から急な山道へと足を運んでいる。腕に覚えの秋太郎、ただじゃ引かねえメンツあら、ギリを絡めた喧嘩だった。バカな意地なまで
だで一匹ながらす今回の動画はどうでしたか？創作集団のびでは演歌歌謡曲の作詞や作曲、そしてドラマ作りと創作作りに活動しています。思いついた感想とかをコメント欄に書いてもらうと励みになります。また仲間を募集中です。声優演劇をやりたい方は大歓迎。これからもよろしくお願いします。